速報です。昨日 FA 宣言をすると見込まれた、中田翔がですね、FA をせず、あ、残留決定なのかなっていうふうに、まあ、思ってました。まあ、中にはですね FA しないでトレードがあるんじゃないかとか、まあ、いろんなことも考えたんですけども、まあ、今後の成り行きはどうなのかっていうことをすごく気にしてました。昨日 FA 宣言をしないということは、巨人に残るか、まあ、それともまあ、巷で言われているトレード、まあ、そういうことが行われるんじゃないかというふうに思ってましたけども、今後どうなっていくんだろうというふうに考えてましたら、オプトアウトという権利を行使してですね、まあ、巨人と契約を破棄という、まあ、巨人との契約は昨年オフに3年契約を結んでました。その中に、まあ、権利としてその契約が破棄できる、そういう契約を結んでいったようです。まあ、その権利を行使して、自由契約になったという。で、まあ、その自由契約を結ぶ、そういう選択をした中田翔の気持ちはですね、まあ、とにかくいろんな人の経緯があって巨人に入団することができた、その中で FA を行使して出ていくっていうのはやっぱこう仁義として男として、自分が許されなくなるっていうような、そういうことも考えたでしょうし、まあ本当に悩んだんだと思います。で、まあそれは人の人生だから FA でもいいなというふうには考えてましたけども、やっぱそんな簡単なものではなくて、やっぱりこう、いろんな人に迷惑をかけて巨人に入団したということも含めて、私自分が自由契約になるという選択をすることで他の球団の人たちにも迷惑をかけない、ここはまあ、これはどういうことかというと、まあ、トレードしてもやっぱこう人は動く。で、おそらく年俸的にも B ランクになってたと思うんですけども、そしたら人的保障がかかってくるということで、まあ、いろんなことを悩みながら最後の最後まで中田翔は考えたんだというふうに思います。そして自分が自由契約の身になることによって、まあ、他球団の移籍も迷惑をかけずにできると。でもそれを許したジャイアンツの、まあ、首脳陣もそうだし、まあ、フロントもそうだけども、すごく寛大なも、のを感じますし、まあ、中田が他球団に、行くということはすごく脅威にもなると思うんですね。でもそれを、まあ、中田の、まあ、気持ちだと、まあ、そういうことも含めて考えてくれたんだというふうに、思います。まあ、中田翔もおそらく感謝をしながらですね、自由契約になったというふうには思います。まあ、自由契約の道を選んだというのは、まあ、中田翔らしいし、誰にも迷惑をかけずにですね、まあ、先に進んでいくという。まあ、選手はやっぱりこうジャイアンツの布陣を見てみると、まあ来年度からはサード坂本、ショートに森脇、セカンドに吉川、ファーストに岡本という、で自分が出るポジション、そういったものがおそらくなくなってきて、まあちょっと聞いた話では、まあ来年からは代打ということが主になるということだと、やっぱキャリアを積むという、また野球試合に出たいという野球選手の本能からするとですね、非常に耐え難い。まあ、だけどだからといってすぐ移籍をするとかですね、そういうんじゃなくて、まず自分をもう本当に自由契約にして誰とでも契約ができるような状況を作ってですね、まあ、FA じゃなくてですね進んでいく、まあ、これはやっぱこう中田らしいなっていうことを思います。まあ、それとこれ他球団ともう本当に自由に、まあ、人的保障もないわけですから自由に交渉ができる、まあ、年俸も含めてですね自由に契約ができるっていうふうに考えると、中田の地元である広島ずっと4番で苦しんでます。まあ、鈴木誠也がですね抜けてからマクブルーブ、まあ、そういった選手を取ってきたわけですけども、なかなかこう4番としてしっかり当てはまるものがいないし、まあ、FA で西川が抜けそうだし、だからそういう意味では広島にパンと入るともう4番がそのまま当てはまる、で広島にしっかりした4番が入ると非常に脅威になってくる。まあ、そういうことを考えてもですね、ジャイアンツがよくその契約を飲んだなっていう、男気あるなっていうふうに、まあ、感じました。まあ
広島というのは中田のその地元でもありますしですね、まあその可能性がないわけではないで、まあ阪神の場合はですね、そんなにいらないが、やっぱ大山とかですね、まあ里輝も育てなきゃいけない、そういった意味を考えると、まあそんなに動かないかなという、まあ大本命されてる中日ですよね、中日、まあ、石川昂弥4番で育てようとしても、まあ、なかなかこう怪我が多くてですね、まあ、まあ徐々には成長してますけども、破壊力という意味では、まあ、そんなにまだ感じられない。で、中田翔をそこに入れると得点力がアップできますし、まあ、100打点以上上げてるシーズンが5度あるという、まあ、非常に勝負強さも持ってるということから考えると、まあ、中日が動きそうな感じがしますし、まあジャイアンツに入ってですね、言ってたのはホームランを打つ人はいくらでもいると。ジャイアンツには、まあ例えば岡本とか、まあ、坂本もしかり、まあ、丸もしかりですけども、まあ、外国人も含めて、まあ、だけど自分の役割っていうのはホームランだけではなくなったと、やっぱチャンスにいかに返すかという、そういうバッティングを今考えてますという、まあジャイアンツ時代だったんですよね。だからそういうバッティングも時折見せてますし、まあ、非常に勝負強さに、磨きがかかったというような、まあ、そんな感じがするんですよ。まあ、それと DeNA、まあ、今年ピッチャーが非常に抜けそうです、まあ、今永が抜ける、石田が FA をした、でバウアーがどういう去就になるかわからないということを考えると、やっぱ打っていくしかない。それとその3枚抜けそうなところに若手を多分入れてくると思うんですよね、ピッチャーを先発ローテーションで、まあ、そうなってくるとやっぱある程度打って楽に投げさせてあげたいということを考えるとですね、まあ、中田が打線に入ってくると、非常に嫌だという、それと横浜スタジアムという球場はやっぱホームランが出やすい、まあ、バンテリンとはもう全然違う、横浜スタジアム、昔ですね、交流戦で、DeNA とやった時にこすって持ってったというですね、まあ一回叩きつけてたんですけど、バットを、だけどそれが入ってしまう、だからその時は中田翔は札幌ドームでやってて、まあ到底入る感じの感触ではなかったと思うんですけども、それをこう平気でスタンドまで持ってったという、まあそういうことを考えると、中田も DeNA から声がかかると、まあ、非常にキャリアの中でホームラン数ということをもう考えるでしょうし、まあ、そうなってくると、まあ、DeNA も名乗りを上げてもいいのかなって、まあ、ちょうど外がいなくなる、まあ、そうなってくるとファーストが空いている、もうぴったし余るんですよね。それとやっぱ中田翔の守備力を考えるとですね、まあ、守備要員もいらない、もうフルに使っていけるということ、まあ、それとまあ、桑原、関根、まあ、これが1、2番、まあ、林も可能性がありますよね、成長度合いによっては。で、まあ、3番に中田翔を入れるのか、4番なのか、牧を3番にして中田翔で宮崎なのか、まあ、こう考えるとですね、すごい破壊力のある、まあ、打線も組めるようになるということから考えると、まあいいなっていうような打線が組めますよね。まあ、それとパ・リーグの方に目を移すと、まあ、ロッテもポランコが4番打ちましたけど、安定感に欠けるということ、まあ、それとファーストのポジション、まあ、いろんなポジション選手がいろんなポジションを守りましたけども、まあ、山口であり、まあ、場合によっては岡弘とか、安田とか、そういった専門職じゃない人が守るためにそこからのほころびがあって、まあ、試合を落とすというケースもありました。だからロッテという話も、まあ、DH も使えますし、可能性はあるなっていうふうに、まあ、ちょっと考えます。で、西武も得点力不足、まあ、ここで、まあ、4番の、まあ、山川が FA を行使した、まあ、そうなってくるとまた来年4番で、悩まなきゃいけない。まあ今年はですね、おかわり君とか栗山が非常に頑張ってその穴を埋めようとしたんですけども、なかなかシーズン通して、まあ、出れる年ではないですし、まあ、そういうことを考えるとやっぱ西武も可能性はあるなっていうことは感じます。やっぱあそこは、まあ、1番というふうに言われてますけども、今年山川が、まあ、いなくなってですね、謹慎を食らってですね、
出れなくなって、やっぱり4番という大切さっていうのを、まあ、そういう部分感じたと思うんですよね。だからそういった意味では4番の可能性もあるという、4番の可能性というか西武が取るかなという可能性も十分あるということですよね。あとは楽天もですね、左バッターに優秀なバッターってすごく並ぶんですけども、右ってなると浅村ぐらいしかいないんですよね。で、まあ、村林というのはこう右バッターでよくやりましたけども、まあ、タイプが全然違う。やっぱり長打を期待され、得点力をアップするために勝負強さも必要ということを考えると、もう中田翔なんていうのは、まあ、うってつけなのかなという、まあ、感じがします。まあそのぐらいが、そういう球団がそうですね、動くのかなっていうような感じはしますけども、まあ新聞に FA 行使せず、まあトレードの可能性ということが、まあ、出てきたんですけども、まあ、そうではなく、まあ、自由契約の道を選んだというですね、ことなんですね。で、今年92試合に出場して、打率が2割5分5厘、15本塁打、37打点、これはまあ代打の数字も含めてなんですけども、まあ、常時出てれば、まあ、怪我もあって常時出れない状況にはあったんですけども、90ちょっとで15本のホームランを打ってる、球場によってはまだまだ30本以上、まあ、下手すれば、まあ、横浜スタジアムでは40本ぐらい打てるような、まあ、可能性を秘めて、まあ、40本打つとですね、まあ、100打点というのが見えてくるという、まあ、こういった選手が、自由契約を選択して、他球団に行こうとしているという、まあ、非常に魅力ある選手ですし、またその FA を行使しないで自分から自ら茨の道を選んだといいますかね、まあ、そういうことなんで、まあ、ぜひ僕も応援してますし、頑張ってほしいなというふうに思います。今後の活躍、またどこの球団に行くのか、まあ、そういうことも含めて、まあ、期待もしてますし、自分で選んだ道ですから、本当にいい道を選んでほしいなというふうに思います。速報でした。